皆さん、こんにちは。あっちゃん先生と旅する金子みすゞの世界第50回。この4月で3年目を迎えるあっちゃん先生と旅する金子みすゞの世界ですが、今月からは月1回の更新に変わります。毎月第1土曜日の9時半からの30分番組が更新日となりまして、第2、第3、第4土曜日が再放送の予定です。金子みすゞさんの詩は何度聞いてもその度にいろんな感動を与えてくれますので、ぜひ月4回聞いていただけると嬉しいなと思っています。まずは4月という詩をともきくん、ゆうとくん、てるりんさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。4月、新しいご飯、新しいカバンに、新しい葉っぱ、新しい枝に、新しいお日様、新しい空に、新しい4月、嬉しい4月。4月、新しいご本、新しいカバンに、新しい葉っぱ、新しい枝に、新しいお日様、新しい空に、新しい4月、嬉しい4月。4月、新しいご本、新しいカバンに、新しい葉っぱ、新しい枝に、新しいお日様、新しい空に、新しい4月、嬉しい4月。4月、新しいご本、新しいカバンに、新しい葉っぱ、新しい枝に、新しいお日様、新しい空に、新しい4月、嬉しい4月。今年は桜の咲くのが去年と比べるとちょっと遅かったですよね。ですから新入学の時期に桜が間に合う、なんか昔はね、入学式に桜っていうのが一般的だったんだけれども、だんだん桜の咲くのが早くなって、入学式にもう桜が散ってなくなっちゃってることが多かったんですね。でも今年は入学式に桜、いいですね。では桜の出てくる詩を紹介したいと思います。桜の木。パナミン、マッキー、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。桜の木。もしも母さんが叱らなきゃ、咲いた桜のあの枝へちょいと登ってみたいのよ。一番目の枝まで登ったら、街が霞の中に見え、おとぎの国のようでしょう。三番目の枝に腰掛けて、お花の中に包まれりゃ、私がお花の姫様で、不思議な灰でも振りまいて咲かせたような気がしましょう。もしも誰かが見つけなきゃ、ちょいと登ってみたいのよ。桜の木。もしも母さんが叱らなきゃ、咲いた桜のあの枝へちょいと登ってみたいのよ。一番目の枝まで登ったら、街が霞の中に見え、おとぎの国のようでしょう。三番目の枝に腰掛けて、お花の中に包まれりゃ、私がお花の姫様で、不思議な灰でも振りまいて咲かせたような気がしましょう。
もしも誰かが見つけなきゃ、ちょいと登ってみたいのよ。桜の木。もしも母さんが叱らなきゃ、咲いた桜のあの枝へ、ちょいと登ってみたいのよ。一番目の枝まで登ったら、町が霞の中に見え、おとぎの国のようでしょう。三番目の枝に腰掛けて、お花の中に包まれりゃ、私がお花の姫様で、不思議な灰でも振りまいて、咲かせたような気がしましょう。もしも誰かが見つけなきゃ、ちょいと登ってみたいのよ。おてんばだったみすずさんに、なんかぴったりな詩ですよね。次に聞いていただきたい詩は、極楽寺です。仙崎の町に極楽寺がありまして、ここの八重桜がとっても綺麗だったみたいですね。パナミン、あっちゃん先生、そして吉岡茂美さん作曲の歌をお聴きください。極楽寺。極楽寺の桜は八重桜。八重桜。使いに行くとき見てきたよ。横丁の四つ角曲がるとき、曲がるとき、横目でちらりと見てきたよ。極楽寺の桜は土桜、土桜、土の上ばかりに咲いてたよ。わかめ結びのお弁当で、お弁当で、桜見に行って見てきたよ。極楽寺。極楽寺の桜は八重桜、八重桜。使いに行くとき見てきたよ。横丁の四つ角曲がるとき、曲がるとき、横目でちらりと見てきたよ。極楽寺の桜は土桜、土桜。土の上ばかりに咲いてたよ。わかめ結びのお弁当で、お弁当で、桜見に行って見てきたよ。曲がる時
幻想的な歌でしたね。昨年行った時はちょうど行った日が満開で、一日休みをもらって観光したんですけれども、その時は桜吹雪がとっても綺麗でしたね。花見をする側から見ると桜はこの週末で咲いてほしいなとかね、予定立てるんですけど、咲く方の桜から見るとどうなんでしょうね。そういうことを考えさせられる詩があります。御殿の桜。かりんさん、ひろこさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。御殿の桜。御殿の庭の八重桜、花が咲かなくなりました。御殿の若い殿様は町へお触れを出しました。青葉ばかりの木の下で剣術使いが言いました。咲かなきゃ切ってしまうぞと。町の踊り子は言いました。私の踊り見せたなら笑ってすぐに咲きましょう。手妻使いは言いました。ボタン、芍薬、ケシの花、みんなこの枝へ咲かせましょう。そこで桜が言いました。私の春は言いました。みんな忘れたその頃に私の春がまた来ます。その時こそは咲きましょう。私の花に咲きましょう。御殿の桜。御殿の庭の八重桜、花が咲かなくなりました。御殿の若い殿様は町へお触れを出しました。青葉ばかりの木の下で剣術使いが言いました。咲かなきゃ切ってしまうぞと。町の踊り子は言いました。私の踊り見せたなら笑ってすぐに咲きましょう。手品使いは言いました。ボタン、芍薬、ケシの花、みんなこの枝へ咲かせましょう。そこで桜が言いました。私の春は言いました。みんな忘れたその頃に私の春がまた来ます。その時こそは咲きましょう。私の花に咲きましょう。御殿の桜。御殿の庭の八重桜、花が咲かなくなりました。御殿の若い殿様は町へお触れを出しました。青葉ばかりの木の下で剣術使いが言いました。咲かなきゃ切ってしまうぞと。町の踊り子は言いました。私の踊り見せたなら笑ってすぐに咲きましょう。手妻使いは言いました。ボタン、芍薬、ケシの花、みんなこの枝へ咲かせましょう。そこで桜が言いました。私の春は言いました。みんな忘れたその頃に私の春がまた来ます。その時こそは咲きましょう。私の花に咲きましょう。お花見という感じで行くのは年に1回か2回ぐらいなんですけれども、通勤中に桜の木を見かけては車を止めて写真を撮ったり、あるいは高速を走ってる時の山々の中に桜の花を見つけると、なんかとっても素敵な気持ちになりますよね。次の詩は山桜。てるりん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。山桜。桜、桜、
山桜。私は神に刺しました。山姫様になりました。桜、桜、山桜。その木の下に立ちました。山姫様は立ちました。桜、桜、山桜。待ってお見せと言いました。山姫様が言いました。桜、桜、山桜。ひらりひゃらりと舞いました。山姫様に見せました。桜、桜、山桜。神からみんな散りました。かけかけ帰る山道で。山桜。桜、桜、山桜。私は紙に刺しました。山姫様になりました。桜、桜、山桜。その木の下に立ちました。山姫様は立ちました。桜、桜、山桜。待ってお見せと言いました。山姫様が言いました。桜、桜、山桜。ひらりしゃらりと舞いました。山姫様に見せました。桜、桜、山桜。髪からみんな散りました。かけかけ帰る山道で。みすずさんの春の詩の中には原毛がよく出てきます。まず聞いていただきたいのは仲直り。ともきくん、ゆうとくん、まーちゃん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。仲直り。ゲンゲのあぜ道春が住み、向こうにあの子が立っていた。あの子はゲンゲを持っていた。私もゲンゲを積んでいた。あの子が笑うと気がつけば、私も知らずに笑ってた。ゲンゲのあぜ道春が住み、ピーチがひばりが泣いていた。仲直り。ゲンゲのあぜ道春が住み、向こうにあの子が立っていた。あの子はゲンゲを持っていた。私も原毛を積んでいた。あの子が笑うと気がつけば、私も知らずに笑ってた。原毛のあぜ道春が住み、ピーチくひばりが泣いていた。仲直り。原毛のあぜ道春が住み、向こうにあの子が立っていた。あの子は原毛を持っていた。私も原毛を積んでいた。あの子が笑うと気がつけば、私も知らずに笑ってた。原毛のあぜ道春が住み、ピーチクヒバリが泣いていた。仲直り。原毛のあぜ道春が住み、向こうにあの子が立っていた。あの子は原毛を持っていた。私も原毛を積んでいた。あの子が笑うと気がつけば、私も知らずに笑ってた。原毛のあぜ道春がすみ、ピーチクひばりが泣いていた。原毛がなぜ田んぼとか畑に植えられてるか、それを知らない子どもたちは、って思うことがあるんですよね。そんな詩を紹介したいと思います。原毛畑。ともきくん、ゆうとくん、ひろこさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。原毛畑。ちらほら花も咲いている原毛畑が好かれます。
優しい目をした黒牛に惹かれて月が動くとき、花も葉っぱも次々に黒い重たい土の下、空じゃひばりが泣いてるに、原毛畑は好かれます。原毛畑、ちらほら花も咲いている原毛畑が好かれます。優しい目をした黒牛に惹かれて月が動くとき、花も葉っぱも次々に黒い重たい土の下、空じゃひばりが泣いてるに、原毛畑は好かれます。原毛畑、ちらほら花も咲いている原毛畑が好かれます。優しい目をした黒牛に惹かれて月が動くとき、花も葉っぱも次々に黒い重たい土の下、空じゃひばりが鳴いてるに、原毛畑は好かれます。原毛畑、ちらほら花も咲いている原毛畑が好かれます。優しい目をした黒牛に惹かれて月が動くとき、花も葉っぱも次々に黒い重たい土の下、空じゃひばりが鳴いてるに、原毛畑は好かれます。今日お別れの詩は、みすゞさんの詩の中では一番有名かもしれませんね。私と小鳥と鈴とを、あっちゃん先生の朗読でお聞きいただいた後、千尋さん作曲の歌をお聞きください。私と小鳥と鈴と、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。
あっちゃん先生と旅する金子みすゞの世界、いかがだったですか？この番組への感想、そしてこんな詩を読んでもらいたいというリクエスト等ありましたら、次のメールアドレスまでお便りください。ローマ字小文字で、みすゞの世界@gmail.com まで、ぜひお便りください。お待ちしております。また次回をお楽しみください。